神氷町障害学習支援センターは日本の兵庫県阿光郡神氷町が町内に設置している図書館他の機能で構成される社会教育施設である。1982年10月22日、神氷町立中央公民館として開館。地上2階建てで大ホールと中ホールが設けられている。2006年4月に現在の名称となり公民館から 町民の生涯学習に特化した施設へ用途が転換された。JR 山陽本線、地図急行線の上郷駅から、コミュニティバス愛乗り号の街中循環ルートに乗車し、生涯学習支援センター停留所で下車。生涯学習支援センターを含む、文京、福祉施設の大半は、兵庫県道28号上郷末広線沿いに立地している。 上郡町立図書館は、上郡町障害学習支援センターの1階に、所在する公立図書館、兵庫県で最西端に位置する図書館である。前身は1975年4月に開け出した上郡町民図書室で、1982年10月22日に、中央公民館が開館したことに伴い現在地へ移転した。 図書室の開出から40周年となる2015年4月1日、調律図書館条例の施行によって、施設の移転等は伴わないものの図書館法第10条に定める公立図書館へ昇格した。図書館への昇格に伴い、同日より国立国会図書館から所蔵資料の考え提供を受けられる施設となっている。上氷調律図書館では、 はり県域連携中枢都市圏で締結された協定により、以下の市長が設置する公立図書館、室と相互に広域貸し出しを実施している。また、阿こ市立図書館及び岡山県の備前市立図書館とは、東備政派定十字立県の3市長で協定を締結しており、備前市との間でも広域貸し出しを実施している。このほか、赤石市にある 兵庫県立図書館の蔵書もインターネットで予約して、カウンターで受け取りが可能である。上記の広域貸し出し対象となる市長のうち、ハリマ科学公園都市県域及び東微生派定住自立県域に含まれる各市町の公立図書館との間で、相互返却を受け付けており、上合理町立図書館で借りた資料は、他の四市一町の公立図書館でも返却することが、 可能である、合理調律図書館に関するカテゴリー、ありがとうございます。